日本宮城県仙台市宮城野区新田神殿は、宮城県仙台市宮城野区にある地域名である。日本各地にある新田の区域名と同様に、近世に行われた新田開発に由来する地域であり、現在では住宅地になっている。町名として、新田一丁目から五丁目、新田東一丁目から五丁目がある。仙石線の小鶴神殿駅、新田大橋付近の梅田川、 神殿は仙台市の東部にあって、宮城野区の中ではおおよそ中央部に位置する。南部を梅田川及び、仙石線に、東部を仙台バイパスに、北東部を梅田川の支流の高野川に、北西部を東北本線並びに、東北新幹線に、南西部を梅田川支流の藤川に囲まれている。新田と新田東では、神殿の方が古い町である。 新都の町内の施設としては、仙台市立に行った小学校や仙台、神殿郵便局があり、東仙台地区との境界となっている、東北本線に東仙台駅が置かれている。この地区の北側はやや小高い丘陵地になっていて、現在では住宅が立ち並ぶが、古くは小鶴城という城間が存在した。1九9五年に神殿の町名になる以前は、 古宿、神殿西町、神殿北町、立町、高瀬町、原町新潟家座、新田、小鶴あ西田、小鶴寺やほなどと地区が細かく分かれていた。現在でも町内会の名にそれらの一部が残っている。新田東は平成期に入って造成された比較的新しい町である。この区画の造成に伴い、潜石線に小鶴神殿駅が設置された。 小鶴新田駅前から伸びる大通り沿いにはヨークベニマルや宮城生活協同組合などの商業施設が集まっている。また、体育館や屋内プール、仙台市民球場などの運動施設を揃えた仙台市新田東総合運動場がある。仙台市営バスの路線は新田二丁目東から仙台市中心部へ向かう路線と小鶴新田駅前を発着する複数の 運行系統がある。新田町内には、大山済の神社と諏訪神社の二つの神社があり、また新田東の北側外苑に、葉山神社がある。大山済の神社の神体は、大日の盆寺と、原稿三年が記されたい旅である。この神社は古くは、大日堂と呼ばれ、神殿と小鶴の境会にあった。1784年に現在地に遷入し、明治時代の初めに、 大山みの神社の社号に変わった。大山みの神社の境内には、樹齢250年と推定される胃腸の大樹があり、仙台市の保存樹木に指定されている。寺院としては、新田地区北側の丘陵地に縁護寺がある。新田出身の著名人として、プロボクサーとしてデビューし、その引退後にコメディアン、俳優となったタコ八郎がいる。戦国時代のこの地は、 国武士と留守市の領土の境界付近であり、合戦も行われた。小鶴城について、古城書上では、城主不明、東西60軒、南北36軒の平城、法内風土記では、城主が、いつみ丹波、安永風土記では、城主が、いつみ丹波で、縦38軒、横27六、ま、1641年には畑になっていたと記されている。 三見氏は留守氏に従った武将だが、これ以後は歴史に現れなくなり、没落したと伝えられている。現在、小鶴城跡の北側にあるや歩行園は、水堀の跡と推定されている。また、小鶴城の南に小鶴沼と、小鶴川という沼地と河川があった。小鶴沼に関しては次のような言い伝えがある。昔、この地に長者がいて、その使用人に小鶴という小持ちの女性がいた。 長者は小鶴に田植えを命じ、その田んぼが広すぎたことから世話を見てやれなかった、小鶴の子供が死んでしまった。悲しみに暮れた小鶴はこの沼に身を投げ、それを哀れんだ村人がこの沼を小鶴沼と呼ぶようになったという。小鶴沼は江戸時代前期には開墾されて亡くなった。江戸時代のこの地は、新潟県村と小鶴村の境目にあたった。 安永風土記の新潟県村の風土記御用書き出しによれば、仙台藩藩主立氏の家臣で、志田郡松山城主の茂庭氏が新潟県村の神殿開発にあたり、そこが新田町と呼ばれたという。新田町には家中屋敷1軒、足軽屋敷25軒の集落が形成された。明治時代になって、市政や町村制が施行されると、1889年に、 新潟県村は宮城郡原町に小鶴村は岩切村に含まれた。1928年に原町は仙台市に編入されることになり、新潟県の神殿は仙台市内となった。小鶴を含む岩切村は1941年に仙台市に編入された。1925年に現在の仙石線にあたる宮城電気鉄道が仙台から 西潮浜まで開通し、この後、新田駅が開業した。新田駅は、現在の、仙石線古宿踏切のやや東側に置かれ、それによって、それまで本通りだった道が分断されて、裏道のようになったという話が残っている。また、すでに開通していた東北本線において、1932年に、信号場から昇格する形で、東仙台駅が設置され、 東仙台駅周辺で土地区画整理が行われた。これは仙台市における都市計画法に基づく初めての土地区画整理だった。この頃の神殿では同じ面積なら水田より二十歳の方が収入を多く得られるという理由で稲作から畑作に乗り換える事例があった。そこで作られた野菜は主に仙台市内で消費されたが白菜やジャガイモは 東京方面へ出荷もされ、またメロンやトマト、キュウリが温室で栽培された。太平洋戦争中の1943年、新潟県にあった東京第一陸軍造兵省仙台製造所への行員輸送のために、日田駅は造兵省前に新潟家駅と名を変えて移転した。新年は昭和40年代頃から宅地化が進んで、街並みが広がっていき、 1966年には仙台市立新田小学校が開校した。この付近での市街地下は新田で長らく止まっていて、新田から東側は田子まで水田を主とする工作地が広がっていたが、1994年から2016年にかけて、新田の東側に隣接する61.6ヘクタールの土地を新田東として造成する区画整理事業が行われた。 これに合わせて2004年に千石線に小鶴新田駅が誕生し、駅前の大通りには商業施設や市民球場が建設されていった。2008年、日田二丁目にあった仙台政府倉庫が解体された。この倉庫は国民の生活の安定ために国類を備蓄する目的で1936年に国立米国倉庫として建設されたものであり、建設当時は 東仙台駅から倉庫敷地まで専用鉄道が付設されていた。倉庫解体の計画が公表されると、この歴史ある倉庫群の保全を求める声も上がったが、計画は見直されず倉庫はすべて解体され、跡地には川内を今足10人の集団移転用の団地が作られた。倉庫はなくなったが、かつての倉庫前にあたる東北本線の踏切の名称は、 今でも、倉庫前である。ありがとうございます。